ねえ、もう最悪。昨日さ、編集してて、その編集したやつをこう、アップロードっていうの、なんかこう抽出、画像を編集したのをこう抽出しようとして、なんかこう、私ね、その容量がないからなんかできませんってなって、なんかいらない写真とか消そうと思ったんね。そしたらさ、なんかその時にさ、そのアップロードするはずのさ、画像とか動画をさ、もう全部私が間違って消しちゃってね。しかも完全に削除しちゃったの。なんかもうさ、わかんなかったんだけどさ。もうしかも2日分をこう編集して、あげようと思ってたから、結構20分弱だね。まあ今までの中だとちょっと長めの、しかもまあ、だんだん最近ちょっとこう編集も慣れてきて、ああ、いい感じにできたな、みたいな、2日分の20分ぐらいの動画がもうパーになってしまって、初めてやった、こんなの。もうなんかさ、でも昨日帰ってきてからずっと編集してたから、だからもう5、6時間ぐらい前やってて、編集をね。それでなんかもうさ、2時半ぐらいにやっとできて、その抽出しようと思って、あ、できねえ、パッて消しちゃって、で、え？ってなって、もう、それからもう2時半ぐらいからずっとなんか iPhone の画像復元できる方法みたいな調べてたんだけど、いや、なんか結構無理っぽいよね。なんか、容量がないからさ、iCloud とかにその保存とかもできてなかったから、いや、絶対これはもう復元できないやつだと思って。私の二日間と、もう時間が、もうパーになってしまって。いや、なんかもうそれがショックすぎて昨日、もうなんかすごいさ、心臓バクバクいってさ、なんか、フラフラしてきたっていうか、そう、ショックすぎて、なんか、あ、バク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 みたいな、なんか、ちょっと具合悪くなってきたみたいな感じだったから、もうなんか無理やり、昨日寝たんだけど、あー、もうショックすぎる。なんか今までさ、YouTube の人とかさ、そのデータがさ、パーになったとかさ、そのバンされたみたいなやつとかたまに見てたけどさ、なんかこんなにショックだと思わなかった。こんなショックだったんだね。なんか今ならちょっと気持ちわかるわって感じ。本当にショック。なんかもう絶望って感じ。信じられねえよ。あ、だから、見てほしかったやつとかいっぱいあったんだけど。まあでも、もうグッズとかあげちゃったけど、まあ見てほしいから、とりあえず見せるね。まずね、入場特典があるんだけど、それが、ランダムの色紙で、見て。めっちゃ良くない？めっちゃいいよね。そう、ライトだったんだけど、なんか5、6種類ぐらい、なんか特典があって、なんか前半と後半の、時期で分かれてたんだけど、前半はね、こういうちょっとモノクロのなんか漫画風なやつだったんだけど、めっちゃいいよね。超かっこいいんだけど、なんかこれただでいいんですかっていう。めっちゃいい。そう、これが入場特典でもらいました。そう、これと、あとはね、もうグッズの紹介になるんだけど あ、でも中でまだ画像で残ってたのもあるから、それをちょっと載せるね、後で でもグッズ、結構売り切れてたのもあったから、なんか欲しかったアクスタとか、なんか、ステッカーはあったか。そう、欲しかったやつ結構売り切れてたから、ちょっとその中で、欲しかったやつ買ってきたから、あんまないんだけど、一個はね、これ。もうこれね、もうもちろん昨日撮ったやつだから開封してあるんだけど これはなんかトレーディングクリアカードコレクションっていうやつ。これなんか見て可愛くない？なんか漫画の中を切り取ったクリアカードらしいんだけど、この見本のさ、やつとかも可愛くてさ、これはね、全20種類って書いてあるんだけど、まあ、これは何出てもいいかなと思って、とりあえずこれは3つ買いました。で、これのね、結果がね、あるんですけど でもこれは、
めっちゃ買ってよかった。超可愛いです。1枚ずつ紹介するか。見て、1枚目。これめっちゃ可愛くない？めっちゃ可愛いよね。いや、これはね、買ってよかったって思った。めっちゃ可愛い。私なんかちょっとこう、おしゃれな感じでね。これはめっちゃ買ってよかったやつ。で、出た順番はね、ちょっと忘れちゃったんだけど。こんな感じ。なんか漫画の一部を、ちょっとクリアカードにしましたみたいなやつ。めっちゃいいよね。超いいんだよ。いや、これはね、まだみんな余ってたら買った方がいいんじゃないかなっていう感じ。めっちゃいいよ。見て、かわいいよね。超いいんだけど。私この小畑武さん、作画担当してる人がすごい好きで、で、この小畑武さんの、なんか原画展がね、前やってたんだけど、それを、逃していけなかったのって、それ。で、それがすごい超悔しくて、超後悔してて、だから次また会ったら絶対行きたいなって思ってたの。だから今回絶対行くって思って、で、やっと行けて本当に嬉しかったんだけど、ね、マジで超良かったよ。超良かった。本当に、みんな気になってる人とか絶対行った方がいいです、本当に。もう行って後悔絶対ない。なんかね、小畑武さんの、この私デスノートの時期が一番絵柄が好きなのね。なんかそれ以降もまあ好きなんだけど、この時が一番好きだったから、なんかこの時期のこう生の原稿を見れたのが本当に嬉しくて、もう本当に美しかった。もう全部綺麗だし、もう全部本当に超美しい。なんかね、1時間半ぐらいいた。私ね、回ってる人もみんな超ゆっくり見てた。いや、本当にそれぐらい価値があるものだった。だし、1,2,3,4,5、そう、6枚なんだけど、見て、これ最後だけ覚えてるんですよ。最後これだったの、すごくない？最後引いたのこれだったんだよ。めっちゃいいよね。最高。最高のカードが出たんだよ、最後に。で、私これ、小畑武さんの、このさ、ちょっとマニアックな話になるかもしれないんだけど、この黒の表現。まあ、後ろも書いてんのかな？もしかしたらトーンかもしれないけど、この黒い表現ね。L の紙とか、こういう効果とか、あと、こういう、リュークのこういう黒いとこだったりね。こういう表現って漫画で言うベタっていう表現なんだけど、こう黒く、まあ、塗りつぶすっていうか、こう塗っていく作業ね。ベタって言うんだけど、このベタが小畑武さんが私超好きなのね。なんかそれが美しくて繊細で本当に好きなんだけど、なんか YouTube とかでもなんかジャンプの公式だったかな、なんか小畑武さんが書いてる動画とかね載ってるんだけど、それとかも本当に早くて、で早いし、なんかその一本一本が本当に的確、もうあるべきところに本当に早く入ってるなっていう感じ。なんかベストなところに一番早いこう時間で入ってるっていうか、早いの、とにかくめっちゃ早いのにめっちゃ綺麗なの。なんかそれはすごい週刊連載ならではの人の動きなのかなっていうふうに思うんだけど、本当にあの速さで帰ってるのが信じられなくて、気になった人は YouTube 見てください、載ってるから。あの速さでこの美しさがなんか出来上がってるのが本当に信じられなくて、いや、これ、よくない？いや、ここら辺はね、結構作者の、好みっていうかセンスが結構出るんですよ。まあ、シワの描き方とかも、まあ、絵柄っていうのはそういうもんなんだけどさ、ここの表現がね、もう本当に好き。もうね、このリュークのね、この、服っていうのかな？こういうとことか、あと、こう、後ろ、今はちょっと描いてないけど、後ろの羽のデザインとか、こういうとこのね、ベタがめっちゃ綺麗なんだって。めっちゃ綺麗なんだよ。ここしか今見えてないけどね。なんか漫画持ってる人とか本当見返してほしい。本当に綺麗なの。だからこんな綺麗なものをあんなに早く描けるのかっていう驚きと、もう意味わかんないよ。本当に。信じられないもん。最高だよ。最高だったね。最高の空間だった。もう本当に生で見れたの嬉しかった。なんか今って結構もうさ、漫画とかイラストとかってデジタルに移行してるじゃん。そのデジタル
もう分かるんだよ、そのコスパもいいし、その時間がね圧倒的にもうデジタルの方が早いし楽っていうのがあるから、そのデジタルに移るのは、まあ、しょうがないことだと思うし、まあそれぞれの良さがね、そのメリットデメリットあるから、そのデジタルが普及するっていうのは全然分かるんだけど、私はやっぱこうね、アナログでねガリガリこうザクザク書いてる人がやっぱどうしてもね好きなんだけど、まあ今はもしかしたら違うかもしれないけど、この頃って多分まだアナログがもう超メインの時期だったから、まあ、超アナログだったと思うんだけど、もうほんとね原稿にそのペンでねガリガリ書いてる感じがね、もう目に見えて分かるのね、そのホワイトとか修正されてるのとかも見えるし、なんかすごい興奮した。絵描いてる人とか漫画好きな人とか、その絵に興味ある人とか描いてますって人とかは絶対言って後悔ないと思うし、超勉強になると思う。いや本当に良かった。いや本当にもうなんか同じことばっかり言ってるけど本当に綺麗だったんだって分かってくれる、これ分かるよね分かるよね最高だったよ。この絵がさ最高こうなんだよ。なんか2枚描いてるのさ、なんか迫力とかもね、本当に綺麗だった。あのスピードで描いてるんだっていうのがね、なんかこれを1週間でさ連載してるのが信じらんないわ本当に。1ヶ月のクオリティじゃないっていう、月刊連載のレベルでしょ。いやいくらアシスタントさんがいたとしてもね、なんか背景のモブとかもさ結構自分で描いてるなって感じだったし、いや信じられない、これを習慣でやってたなんて意味わかんない。本当にもう本当すごいよ、すごいです、信じられない。皆さん言ってくださいね気になってる人は絶対言ってください、絶対言ってくださいね。もう本当そんぐらい後悔ないです本当に。はい、まあクレカードコレクションはこれで終了です。6枚ね。これと超メインがあるんですよ。これを絶対見てほしくて。ちょっと待ってて。見て。じゃーん。マグカップなんですけど、これが低音時と高音時にあの絵柄が変わるってやつなんだけど、いや、これがね、めっちゃ楽しみで、いや、あんまりね、アップにするとちょっと、ネタバレするかもしれないから、ちょっとうっすらここら辺で見せとくね。あの低音時はこのライト、このライトね、覚えといてこのライトね。で後ろはこんな感じで、これは低音時も高音時も変わんないらしいんだけど、まあ、ここの絵柄が変わるっていうことでちょっと楽しみなんでね、ちょっとこれよく覚えといてくださいね。これ今さ夜間でお湯沸かしてるんだけどめっちゃうるさいかもしれない。うるさいよね。まあ、いっか。どうせだからなんか飲もうと思う。今朝だから。無印の黒豆茶飲もうかなと思います。これめっちゃ美味しいよ。飲んだことない人いる？飲んだことないやついる？飲んでみてね。もう賞味期限切れてんだけどね。まあ私はそういうの気にしないので。まあ人に出さなきゃいいでしょ。自分で飲む分にはね。よし、どうせなら黒豆茶飲むぜ。ああ、まあショックだったけど、まあまあいいわ、だいぶ和らいできたわお湯待ってる間にね、昨日ねこのガチャもしてきたよって紹介もしたんだよ。見てこれカービィ、可愛くない？めっちゃ可愛いよね。そう、これもね開封動画撮ったんだけど全部パーですよ。あ、お湯沸けたわ、ちょっと待ってて。よっしゃ、いくよ、いくよ、いくよ、ちょっと待って、あったあったあった、見てて見てて、いくよ、せーの、いけー、どうどうどう、変わってる変わってる、あねえねえ、わかる、ちょっと見て見て見て、すごくない？ちょっと
ね、最高じゃない？計画通りになったよ、これ。これさ、チョイスするの最高じゃない？もう最高のチョイスだと思うんだけど。やばいよ、これ。おもろ、マジで。いや、これさ、めっちゃ良くない？いや、これはさ、買うでしょ。これは買いだよね。ちょっと待って、ピントがさ、カービィがいるから、あれなんかな？ちょ、ごめんね。いやー、やばいよ、これ。最高だよ、ちょっと。あー、おもろ。これはね、いいですよ。え、てか、あれだね、低音時のライトもちゃんと見せればよかった。まあ、いっか、わかる？いやー、これいいよ。てか、めっちゃちょっと入れすぎたかも。薄いかな。まあ、いっか。ああ、これはいいよ。あのね、10月9日だったかなまで、なんか池袋でやってるらしいから、気になる人はちょっと行ってみてくださいね。ぜひこれも買ってみてください。ね、1980円だったかな税込みで。だった気がする。いや、最高だろ、これは。ちょっと愛用するね。ああ、いや、なんかちょっと、気分が良くなってきた。よかった、マジで。いや、これやっぱ、あれ、話すって大事だわ。もう一人で抱え込んでたら、もうマジ絶望だった、本当に。もう泣きそうだったもん、本当に。ああ、よかった。ありがとうございます、聞いてくれて。よし。じゃあね。バイバーイ。